いやー、今日ほんとやばいんだな。ランクマ6戦ぐらいやって1回も勝ってない。今日マジでやばい。自分がちょっとミスがひどすぎるんだな。なんて食らった。おい。おいおいおい。おいおい、マジか。はあ、ギリギリ掴み取ったラウンド、どう見ました？次が完成だ。よく進めていくのだ。このラウンドは勝負となるか。貴様らの本気見せてみろ。流水脚を選択、余裕をチャージ。プレイヤー1、体力を選択して展開を作れるか。勝負はここからが面白いんだよね。もっと我が輩を楽しませるのだ。さあ、ドライブラッシュで前に出る。ダッシュするか。もっともっと争うかよ。逃げ場はなくなった。もっと我が輩を満足させてみろ。オッケー、いいね。とどめまでしっかり。最終ラウンド、ここ一番だ。やってきた。我が輩もこれには目がくぎづけになった。いざ、どうした。プレイヤー1、先ほどは苦しい時間が続いたラウンド、今回はどうやって押し返していくか。え、今なんて言ったの。技と技が交換する。これはでかいのが入ったか。さあ、元は SA を発動している。まあ行かないと。プレイヤー2、一進一退の攻防の中にドラマがあった。諸君、最高の試合だったぞ。投げる、素晴らしい投げだ。両者何を狙っている。あー、インパクトな。
オーケオーケー。よし。オッケー。いやーしんど。しんどすぎる。あーちょっとここまで落ちたの久々だな。1200台の人に負けてるかもな一回。マジでやばいわ本当に。でもこういう時本当何してもダメだからやんない方が一番なんだよな本当に。ザ・ファーストラウンド注目していきましょう。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみだな。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。どうだろう。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。見えづらい攻めたがしっかりガードしている。いいよいいよ。さあここだ。弾打ってこないな。ね、それは走るよね。さすがに死なね。持続当て。マイダー系持続当て。クラウンかい。これパナス？パナさないんだ。おいしい。あぶねえ。確定ミスった。ギリギリの接戦でしたが見応えあったんじゃないでしょうか。同じような実力を持った者が真っ向から打ちされるとこういう状態になるのだな。試合が始まったばかり。まだまだどうにでもなる。気持ちでぶつかっていってほしいね。全身を使ったコンボルーゾ。プレイヤー2若干タイムリード。勝負はここからが面白いんだよね。前進。そしてここでバーンアウト。ここまでなのか。バカー。
オッケー。いやなかなかに白熱した試合でしたね。2人ともああまたの試合。こういうダメな時って勝ってもしんどいんだよな。見ていきましょう。マジで我が輩を楽しませてくれ。さあ開幕、両者はどう動くか。非常に興味深い試合、受けさせてもらうぞ。腕を振って相手を動かしていくか、どう試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。どうだろう両者、次はどうする。プレイヤーはの異常を作った。さあもっとやり合うのだ。ここはどう出るか。エースが頼れない。しかし体力もない状況。さあダウンから危険な状況になっている。椅子はもう許されない。エネルギーを使う判断どうなるか。やっぱりやるではないか。リバーサルにゲージを使って切り返す。インパクト返せない。わずかなチャンスを生かしきった。次やっぱ次から警戒すると思うけど。さすがに。オッケー。これは落ち着いてたな。相手の動きをよく見て。一瞬 SA2 に行こうか迷った時あったけど。いやー間に合わねえか。さすがね、そこは。バカ野郎。いやちげえ、なんで SA2 だろう。やるではないか。ギリギリの決着、緊張感がありましたね。勝って兜の尾を締める、そんな気分すら感じる。いい試合だった。意識のここでチャージ成功。振りは落として、あー今のは素晴らしいね。さあめくりくらに気をつけた。どうだろう、見えづらい攻めだが、しっかりガードしている。
プレイヤーはここでドライブゲージが突きかけていれば、おっと交渉変わる。ジャストマリーが炸裂する。さあここだ、さあここでドライブラッシュ。楽だってるな。ここから試合は終盤戦へ。バーンとしている。まだ諦めるな。危ねえ。ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。全く素晴らしいね。見事に決めていった。さあ次はどう決めていきましょう。給水客を選択。余裕をチャージ。オッケー。投げを見せてガードを崩す。やはり近距離での取り組みがいい。オッケー。よし。使っていくか。エクサ裁縫。ブレイクダンスで勝負した。カンフーの真髄。壁に追い詰めた。オッケー。瞬殺撃。よし。オッケー。プレイヤー2、一気に勝負を決めた。ちょっと1200。台の人と当たるようになってやばいな。さあ両者準備は OK。 負けたらやばい。見ていきましょう。我が輩を楽しませてくれ。まだ様子を見るか。ここは逃さない。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。なかなか壁際から脱出できない。苦しい時間が続いている。インパクト。なるほど。ドライブリバーサルにゲージを回すか。体力差はあるね。練習を使ったコーナルドバイザー。いいね、とどめまで近い。なんとなく終わったようにも見えたラウンド、いかが見ましたか。そうだね、このラウンドをもって次の展開がどうなるかだよね。なるほど、スタイプが出る。ここからも注目していきましょう。両者何を狙ってどう動くか。グランバックしてもらいたいよね。なんで見事な投げだね。足元を狙っているか。まずは近距離を攻め合い、そしてバーわあ、2KK 潰されるのかこれ。どうすっか。酒だよな。おい、潰されるマジ。へい。やるではないか。よし。二人ともご苦労であった。赤の試合を楽しみにしているぞ。あめ。両者何を狙ってどう動くか。さあラウンドはまだ。さあ張り切っていってもらいたいね。ドライブラッシュを使って早い展開にするか。さあ壁を背負わせて、ゲージオンゾーン。壁から逃さないことを優先。徹底している。ごめん、やってね。ここはどう出るか。読み合ってきた。いやー、やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。いやいや、ちょやってねえんだけど、なんでだよ。バカ。いやもう最悪これ。
しまった。さあここからだ。見事最終ラウンド、ここ一番がやってきた。我が輩のこいつが目が釘付けになっている。中足が刺さる。ドライが中断。しかし刺せない。いやーよくカードオッケー。危ねえ。全てのゲージを注ぎ込む。あぶねー、あぶねー。いやー、まあ、なんとか上がってきたけど。で、格ゲーって本当あれだよな、自分に腹立つよね。どのゲームよりも、どのゲームやって、まあどのゲームも自分の意思で負けるとかほとんどなんだけど、格ゲーは特にだよな。さあファーストラウンド注目していきましょう。非常に興味深いし、さあドライブラッシュが相手に揺さぶりをかけていく。これに押し込んでいく。もう離すよね。ターゲットコンボをしっかり決めていく。投げ抜けの周り、綺麗に噛み合わせた一撃。ここで決めるその弾力、あっぱれ。ここは投げを見せてガードを崩す。投げ、さあここから、やはり緊急的。まあ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 、壁に押し付けてスタンに持ち込んだ形。ごめんって意外と冷静だもん。投げた。いやー、やり、なんか、おい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 、ここからの一発はもらえない。一歩も引き上げまで。非常に気持ちが伝わる試合でしたね。どうなんだよこれ。さすがに
TCK へ攻防を伸ばす。ふん、さあ近距離を攻めてバーンとしている。まだ諦めるな。うわやべ、素晴らしい投げだ。うわすごいとどめだ。11か9か、素晴らしい戦いだ。9ならいいか、見事だ。よくねえけどな。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。いいぞ、血がたぎってきたか。長い下段が来る。うわマジで決めるその胆力、あっぱれ。この投げは受ける。投げの選択肢を見せていく。ああ今のは素晴らしい。どうだ。さあここだ。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。この距離は飛びドームを使う。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。勝負はここからが面白いんだよね。ここから試合は終盤戦へ。緊張感が増していく。ここでアウト。まだ諦めない。やばー。さあ今の見ていかがでしたか。人というのはこういうのを言うんだな。このラウンドが勝負となるか。もっともっと我が輩を楽しませるかよい。重要な原人が通るな。これ頑張って見てもらいたいよね。いやどうだ。SAにゲージを回す。使っていくか。いやすごいな。さあ良いレベルは4。どう仕掛ける。この飛びはガールママに。Okay. 良い決着だった。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。最後まで諦めるな。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。一進一退すごく良いし、前のめりや意識は不発となった。届かないか。さあ不安、舞台は整った。一生現人引っかかんな。投げこすってるから。いやーこれ負けちゃいかんかったな。これを早めにやるべきだった。見たかったこの一戦。祭りが始まる。さあ思う存分やり合うがいい、争うがいい。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。チャージする。バイク意識は万全か。まあ今のは素晴らしいね。さあ飛びはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。あれ反応できねえな。さあどうだ。収納ドライブラッシュ。ここから試合は終了。いやーガードするよな。あれ反応できねえな。これはどう見ますか。いやいいね、いい感じだと思う。さあ次のラウンドも見てみましょう。さあこれは読んでいたか。アーマーをうまく利用する。プレイヤー1、体力を先行して展開を作れるか。差はついたようだがまだまだこれからだ。TCKで攻防を伸ばす。もっと我が輩を楽しませるのだ。おいおいおい、いやすごいな。さあ画面端も入れ替えて、およそドライブして勝負をかける。しまった、上に変化してきた。ハリアナを先にと、おっとここでクリティカルアーツ。それはラッキーすぎるぞ。おい、いいぞ、その調子は。さあ、
よし、オーケー。この中段が意外と切りくれんだよな。まあそれでも楽しいんだよな。この対決が実現してしまったか。この戦い楽しみにしていたぞ。投げ、そうかっこいいだろうな。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。ドライブゲージと体力はまだある。うまく位置を入れ替えた。ここでお互い次の手を模索しているか。大きな体力差になったらドライブゲージが希望となるか。奇襲のドライブラッシュ。ここから試合は終盤戦。ドライブラッシュで前に出る。距離は十分。両者どこから仕掛けるか。互いの呼吸を読んでいるか。攻めるタイミング難しい。バーンしている。ここまでなのか。あぶねえ。いいね、とどめまで。ギリギリの接戦でしたが見応えあったんじゃないでしょうか。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になるのか。飛び込んでペースを変えていくか。自分の主導権はどちらが握るか。いやー、このラウンドはどうなるんだろう。ここはどう出るか。サファリーも見せドライブラッシュで前に出る。攻めのドライブラッシュ。上を通していく。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。どうした、いけるだろう。このドライブ、これは返せない。試合を動かしに行く。見事だ。レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。プレイヤー2、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。よーし、もう一気に攻める。バーン途中は今の状況は最後は冷静だった。よし、オッケー。いやーもう今日はこれぐらいにしとこう。ではでは。